はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。現在は2017年の5月の1日、5月に入りましたけれども、4月中はね、結局1勝もできず、借金32の32連敗中っていうね、とんでもない気力を今打ち出してますけれども、まあ、とりあえず5月に入ったんで、多分ね、練習効果の30日が切れてるので、練習強化をしましょうと。よし。もうみんなにはね、成長してもらわないとね、やっぱり今年も成長の年かな。あ、そうそうそう、英国紳士 MVP 取ったんでね。おー、上がるね、上がるね。いろんな人がめっちゃ上がった。あ、めっちゃは上がってないけど、いろんな人が上がったのか。カリンちゃんが打撲から復活と。カリンちゃんよく怪我するな。怪我 F とか怪我 G なのかな。さて、今日は京セラドーム大阪でと。ちょっとホーム戦で試合をしたいので、ここはスキップをしていきます。タッキーリが先発ですね。3敗目。9対2か。お、うさぎちゃん球速が140に乗ったな。ちょっとうさぎちゃん球速140まで行ったから、少し練習内容変えようかな。練習の設定を、そういや練習設定めんどくせえとか言って全然見てなかったんだよな。先発のスタミナ C は欲しいでしょ。ジャックス球速143か。143あればいいか。とりあえずコントロールを上げていきますか。コーチスタミナ練習って何？コーチに直接スタミナの強化を受ける。スタミナ F っていうのもな、いくら中継ぎとはいえスタミナ E は欲しいか。ちょっとじゃあコーチスタミナ練習って抜けてみよう。うさぎちゃんとりあえず140に行ったので、あー、でもスタミナE はあるのか。どうしようかな。オリジナルボールをちょっと許可しよう。変化球投手で。で、太田くんもちょっと、もうスタミナ1上がったらちょっと球速を上げるか。で、磯っちはこのままコントロール上げて、タッキーリも球速が少ないでしょ。で、今日はまあスタミナ上げて、負け担当一発削除。まだもうちょっと時間かかるね。ニコガミはオリジナルボールになったのか。まあとりあえずこんなもんかな。じゃあ33連敗から脱出したいけど、吉田くん、吉田くん5敗目。ファンがマジどん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 減っていく。南條の補給上がって、美羽ちゃんが球速上がって、中川くんが肩上がってますね。さあ3連戦目。おお、曽根ようやく1勝した。初勝利を飾ったのは曽根くんで、ジェフもセーブを上げてますね。2対1。おお、しかも9回に点を挙げている。これは中身は見れないか。連敗トンネル脱出。1点差勝利の人気者出場。1700人増えたな。よしよしよし、またこっから勝てない日々が続くんだろうな。連勝とか夢のまた夢だからな、そもそも。ローソンが復帰しましたね。おー、サクセスチームがこれ絶対負けるわ。先発は柳瀬、向こうの先発は山口か。ハピオンはもう普通に野手で出てきてんね。おお、おおじゃねえよ、色があれだったから負けたんだ。サナちゃんに、すげえいい勝負してたじゃん。結局最後12回、滝本これさよならか。あ、めっちゃ上がるな。いろんな人がめっちゃ上がってる。もうちょっと把握できない。
先発は太田鋼か。鋼も勝利数がすごいからね、6勝1敗。太田くん7敗目。才賀12号の英国紳士17号。才賀で12号なのに、英国紳士やっぱすげえな。ホームランの数だけはすごいな。スリーランホームラン。ローソンのハンカチか。開発しよう。田中、スタミナ4とか。西田くんも、ようやくミート4とか。本当に絶望的な数字だな、これ見ると。ローソンのハンカチ。ローソンのハンカチってなんか、コンビニで売ってるハンカチみたいだよね。じゃあ使いましょう。あ、これって勝手に使うんだっけ？さて、久方が先発か。磯っちが先発と。ジェフが負けてんな。パピオン7号。ローズが1号出てますね。パピオン8号も出てんのか。あーすげえ。点は取られてるけど、こっちも点を取って、結局10回、また、あれか。さよなら負けか。カリン選手の下敷き。お、ローソン頑張れよ、本当に。高橋圭が守備力が上がりましたと。じゃあちょっと下敷きを開発しましょう。これお金のやりくり大丈夫だよね。別にこれくらいだったら300円とか超安いし、まあ、下敷きだからね。でもこれ下敷き売れなかったらちょっとかわいそうだよね。いらねえよみたいな。じゃあホームグラウンドに来ましたので、楽天戦。楽天は、今何位だっけ。そうだよね、ビリ争いしてるけど、倍以上じゃねえか。倍はついてないか。倍くらいのゲーム差はあるけど、ちょっと楽天をかもるしかないんで、もうこの抑え。あー、タッキーリー、ちょっと、やる気が。あー、全然回復できてないな。吉田くんもオフだしな。ちょっと、スタミナが回んなくなってきたか。どうする？そうするとまた、2軍から上げる？一応見てみよう。そうだね。好調の奴らはいっぱいいるね。やっぱり。T 田中を上げるか、そうすると。一回スタミナが減ってるイソッチを下げましょう。で、今日はちょっと T 田中に頑張ってもらおう。出番プレート。で、オーダー変更の投手。で、タッキーリから T 田中と。頼むぞ。相手は、これなんだ、唐島か？さて、2勝目をつけるのは誰になるか。てか2勝目がいつになるか。今度また1ヶ月に1回くらいしか勝てないからな。ひでえチームだよな、本当に。お、カリンちゃん下敷きを、おお、開発したけど、深めに守ってた。今セカンド、まあ、とりあえず3塁まではこれいいんじゃん。打ちました、初球打ち。あ、取られないよね、大丈夫だよね。危ない危ない危ない。これはないと間に合いません。ファールボール。投げた、シュートはストライク。第3球をここで投げました。よし、ナイスだ。ああ、でもボールはライナーでライト。ああ、ライトフライ取られちゃったか。得点圏にランナーを送りましたが、先制点には至りません。これひでえな。勝数っていうか勝ち数1とか。パワフル、ここはなんとか追いつきたい。第1球投げました、初球空振り。このチャンスもね、ツーアウトだからな。だいたいこのツーアウトでのチャンスはものにできないからね。第4球を投げました。うん、抜けないよな。これ抜けてくれるとな。でかかったんだけど。ランナー2人、イーグルス。この回はクリーンナップからのゴールドボールの T 田中はもう3失点してるし、第2打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、軽い球か、こいつ。投球は3球目。投げた、ボール。カウンター3ボール。デッドボールが先行してんな。
投げた。おい、ストレートのフォアボールか。田中、ストレートのフォアボールを与えます。左バッターボックスは4番岡島。じゃあ6回まで行きましょう。もう多分降板してるよな。スタミナもないしね。お、1点返してるね。ここはなんとか追いつきたい。第1打席は内野フライに倒れています。1点ずつ確実に返していこう。セカンドランナーちらっと見た。投げた。見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。振るのか。3球三振か。結局お送りしております。おー、本塁打1位だね、国信市。17本で2位が12本だからね、結構差がついてんね。もうこの段階で5本差っていうのはやっぱでかいよな。さあ次の投球、まあうちはちょっと英国紳士に頑張ってもらうしかないね。あー、取られたか。危なかったな、一塁。今のな、取られたのはちょっと痛いな、本当に。第2球投げました。スライダーボール、内角低め。カウンター2ボールノーストライク。投げました。3球目ストライク。次は4球目投げました。お、いいんじゃん、これ。おお、さすが学校だね。ナイスローズ。おお、またローズに回ってきてんね。第9投げました。ローズじゃなかった、ローソンだった。第2球投げました。2球目ストライク。ここ勝ち越しできればな。めちゃくちゃでかいけど。投げた。いけ。あストライク。バッター追い込まれました。第4球をこれも打て。よし、まあ、打ちました。宇宙からのフライ取りました。これで3アウト。三塁。さあここからまたピッチャーが聞こう。踏ん張ってくれよ。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは岡島。今日はフォアボールとレフトフライ。第2球シンカー全然曲がんないな。変化球ストライク。インハイへ。高めのシンカーになると。投げた。おお、際どいとこ攻めてくるね。ただバッティングカウント、これはもう外れちゃったけど。シンカーはボール。カウントは3ボール1ストライク。これ変化球中心か。結局フォアボールかよ。いきなり歩かせてしまいました。バッターは5番。じゃあちょっと9回まで飛びましょう。どういう展開になるか。3点取られた結局。4点差だからこれホームラン打っても無理だな。てか全部守りはホームランちょっと期待できないからな。とりあえずつなげよう。つなげるバッティングを心がけてくれれば。第4球を投げました。わあ、三振か。バッターは9番。これが4度目のバッターボックス。金座。第9投げました。初球決まってストライク。持ってんのね、まずは見送りました。ブリガム。初球ストライクから。速球ストライク、インローへ。第3球。一球外してボール。よく見た。ここはよく選びました。カウントは1ボール2ストライクです。これは。打ちました。ピッチャー返し。ピッチャーのところでちょっと打球の速度が落ちたな。そのまま抜けてくれればよかったんだけど。ランナー一塁二塁残塁。なんだかんだで4点差か。4点差はきついよな。もう負けたんとか出てるし。インコース低め、ストライク。もう皆さんのスタミナを回復させるのに頑張ってください。負け担当。インコース引っ張った。おお、抜けたか。打ったバッターは二塁へ向かった。まあもうしょうがないよここは。さあ、いやもういいよ、ディフェンスポイントとか。ああ間違えた。結局3点取られてんのか。さて本日のヒーロー、気候が4敗目か。めっちゃホームラン打たれてんな。ただなんだかんだでファンは850人減りましたと。お、そう、ローズ活躍したからね。ハンカチを作ってあげましょう。白石くんのパワーと高橋系の補給。結構こっちじゃない、こっちか。結構いろいろ開発してあげてるからね。あ、グッズ開発は一度に3つまでです。じゃあ今日はスキップします。吉田くん先発の則本か。則本もいいピッチャーだからね。4勝2敗か。
4対1、5連敗中です。あれ、メガホンって開発できるの今。ランタの球速が133キロに上がって、ガンダーが補給 D になりましたね。ちょっとショップを覗きましょう。開発できるかどうか。あ、できないよね。まあ、じゃあこのまま試合に行って楽天に1回を勝ちたい。頼む。おお、3対2、ジェフ。先発がちょっと点を取られたけど、ジェフが登板して点を取ってくれた感じか。レインボー2が5号出てるんで、これ、飛ばした時のかな、ちょっと詳細見れると嬉しいんだけど、詳細は見れなそうだから、2000人増えたな。結果的には、減ってるからね。トータル的には、カリンちゃんがノリノリになりましたね。ケイトの呼吸が上がって、お魚の肩。お魚の肩が C 行きそうだな。あ、今日は試合なしか。まあ、練習をしてと。ここら辺は開くのかな、ちょっと。ローソン活躍できなかった。これさ、結局下がんのか。活躍できないと。カリンちゃんも活躍。ファンの人数がかなり減りましたって何そんなみんなカリンちゃんに期待してたのか。で、交流戦が始まりましたね。今日は試合はありませんと。あ、そうか、数がずれてるからか。トラー界の球速が上がって、ヤーベ界の総力が上がってと。試合がない時があるのか。今日も試合がない。おいおいおいみんな活躍できないな。で、メガホンもうあれか、作れるかな。そうすると、若松の球速が上がって、フルサイボーグも球速上がって、今日の守備が上がってと。ちょっとメガホンを作りに行きましょう。交流戦に入ってちょっと心機一転、セリーグなら勝てる根拠はないけど、負け担当とレインボー2と機構。ケイトの守備、今日の補給、ローソンの補給。試合終わります。てか、いつ試合するんだ完全に休日だな。ピザの守備、東条の補給、マー君の補給。さすがに移動して次試合がないっていうのはないでしょう。副部長、守備と補給が一気に C になったな正宗の球速が、かりんちゃんなぜか肩が下がって F になっちゃったよ。一体何が起こったんだ。さてさて、じゃあ交流戦はやっていきましょう。柳瀬、かりんちゃんノリノリで4番打ってんね。あれ、英国紳士が外されてるけどまあ代打の切り札として登場してくれるのかな。ちょっと調子が悪かったから、ノリノリのかりんちゃんを出してる感じなのかな。そうするとさて、セ・リーグ相手にまたどこまで戦えるか。てか、交流戦のうちに何勝できるか。1点取られたか。パワフル、同点のチャンスを迎えました。覚醒した男、ひときわ大きな声援が聞こえます。そうか、負け担当、今日ファーストで打てるのか。投げた、アウトコース高め、スプリット外れてボール、カウントワンボールワンストライク、見送ってストライク。スプリットもね、本当打ちづらいからね。第4球を投げた、スプリットはボール、バッターよく見ました。カウントは2ボール2ストライク。いいとこ投げてくるね。151キロか。さて、メリオ投げた、ボール。弾道は高いね。広角打法持ってんのか。第2球、まあ、うまくミートしてくれれば結構飛んできたけど、よし、いいね、さすがだ。逆転ツーラン。ピッチャー頼むぞ。本当に抑えてくれるときは抑えてくれるからね。ベイスター
この回の攻撃はラストバッターから始まります。柳瀬もね、トップバッターは新戦力としてアウトコース高めストライク、ここはぜひ踏ん張ってもらいたい。第2球外角低め、よしよしよし、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。投球フォームがダイナミックだね。さあ4球目、危ない球、うん、まあまあまあ、さあ5球目、いいピッチングだとは思うよ。これをあカウントは際どいところを攻めてくるけど、第6球を投げました。狙い撃ちにされたけど、メリーヨの守備 OKOK、OK OK、アウト、これでワンアウト、ランナーよし、ナイスだ。じゃあ次は6回までなんとか持ちこたえてほしいけど、さてチャンスが回ってきたね。チャンス F のサンデーモーリか。ワンアウトランナー2塁という場面でモーリー、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、外角低め、150キロ出るとな。バッター追い込まれました、投げました、早いよね。おお、三球三振多いね。最後は力でねじ伏せられました。完全にやられたな、ローズ。おお、際どいストライク、まずは見送りました。第2球投げました、見送ってストライク、うん、早くも追い込まれています。第3球を投げました、一つ外したボール、カウントはワンボールツーストライクです。次は4球目、投げた、打った、これはでも無理か。センター方向へ持っていきました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。お送りしており、よし、なんとか。さあ追加点のチャンスを迎えました。これ覚醒した男、追加点取れればでかいな。三塁は大丈夫だね。左へ転がした、いや本当怖いわ、このこういうバント。ここはきっちり送ってきました。さあここで今日なおもチャンスが続きます。活躍したメリーヨ、第2球投げた、ここで打ってくれれば、ここで打ってくれれば本当に今日のヒーローなんだけどな、勝てればだけど。さあ4球目、ああ空振り三振、惜しいね。低めの変化球にやられました。左バッターボックスは8番、最初のバッターボックスローソンも結構打率いいね。これはおお、さすがだね。センター前クリーンヒット、よし、ナイス、1点入りました。3対1、2点差っていうのはかなりでかいな。バッターは9番、ここで守る、守るくんか。第9投げた、初球空振り、守るくんちょっとな、バッティング面で不安があるからな。一気に追い込まれてるし。第3球を投げた、おお、3球三振、ボール球に手が出てしまいました。4回、まあでもいいね、パワフル、追加点のチャンス、結構チャンス作ってくれるね。覚醒した男ローズ、3年もり足速いからな。決まってストライク、なんとかヒットを打ってくれれば生還してくれるんだけど、外れたボール、カウントは2ボール2ストライク、投げました。おお、あのスプリットは多分自走車でも打てなかったかな。第9カリンちゃん頼む、低めの変化球ボール。さあ次の投球、これも、うん、いいねいいね、外れてボール、カウントは2ボール。さあノリノリの、あ、3球目ストレート、この全力ストレート捉えられればな。次は4球目投げました、よかったけど打った、これはちょっとライト前進、ライトフライだね。これで3アウトになります。2塁ランナーパワフル、さて頼むぞ中継ぎ、試合は後半6回に入ります。先頭バッター勝利の方程式どうなってんだっけ。なんかもう外角見送ってわかんなくなっちゃったな。第2球投げました、 OK OK OK、 タイミング合いません、ナックル持ちか。第3球は一つ外してボール、大きく外れました、カウントワンボールツーストライク、投げました、 OK OK OK、 よく抑えた。まずは先頭バッター三振に仕留めました。さてこのまま9回まで持ちこたえてくれれば勝てる試合なんだけど、よし、チャンスだ、またローソン投げました、インロー際どい球ボール、カウントはメリーヨは足 F か、肩越しにランナー見た、2球目ストライク、投げた、決まったストライク、キレのある変化球、ボールを振らされた感じか。打ちました、抜けろ、おお、うまい、超うまい今の。ここはファインプレーに阻まれました、3アウトチェンジ。いやバッティング自体はね悪くなかったけど、完全に守備にやられましたねこれ。お送りしております、すげえな、これはちょっとさあ追加点のチャンスを迎えました。としては嬉しいですよね、ツーアウトランナー2塁という場面、ああいうファインプレーは。ローズ、今日はここまで3打数ノーヒット2三振、ローズは今日ちょっとタイミング合いません、いいとこがないな。江戸川コナン君も足はそんなに速くないけど、インコース引っ張った、うーん、これがフェアになってくれればよかったけど、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ取って、これで3アウトチェンジ、結局2塁残塁です。
さてさて、ジェフ頼んだぞお前に託す。ちょっとやる気がないけど、まあまずはちょっと様子を見て。セカンド、さあもういい、取れなかったか。これやばい。ノリノリじゃねえかよ。頼む、抑えてくれジェフ。第3球はボール、慎重に攻めていく、慎重に。第4球はセンター、センターへの打球。よし、大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー。これでワンアウト、ランナーは一塁、変わりません。ロペスってどんなあれなの。投げました。お、危ない、なんか怖えな。少し迷ったか。一応プルヒッターの併殺、もしくは併殺。おい、レフト前、あ、危ない危ない危ない。打球が転がっている。ロペス、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。決まった、ストライク。ゲッツー取れればな、一番いいんだけど。第2球、本当に低めに球を集めて、カウント1ボール1ストライク。低めに球を集めて、カウントは2ボール1ストライク。振り返って2塁牽制球。第4球を投げました。足はそんなに速くないからな。あ、1塁2ロペスも投げました。おお、フォアボールか。これでルミが埋まった。ここは本当にマジでターニングポイントだな。ここで前進守備を敷きます。初球を打った。まあ、1点しょうがない、1点はしょうがない。立ちアップからホームへ向かう。荒波、ライトへの犠牲フライ。ベイスターズ1点返しました。ここでジェフ、ここは踏ん張れませんでした。まあいい、しょうがないよ。バッターは8番内村、これが4度目のバッターボックス。アウトを取れた。おい、ああ超怖え、ほんと怖え。第2球投げました。流し打ち、あー危ねえ危ねえ危ねえ、ほんと怖いわ、ほんとに。ジェフ頼む、投げました。打った、ライト、ローソン、無理か、肩。おお、内村ナイスバッティングです。パープル、なおもピンチが続きます。どうする、まだ続投か、投げさせるか。1対逆転のピンチを迎えています。スクリューはボール、変えてもなあ、いいかもしれないんだけどな。完全に変えられるのこれ、交代できないか。ちょっと待て、スタミナが完全に切れるぞ、交代したい。おい、ミカミックス監督何やってんだ。カウントはスリーボール、ジェフを信じてるのか。これだってほらー、もう帰るべきだったんだよ。今日元気のない梶谷、第9投げた、ストレート見送ってストライク。ニコガミさんお願いします。変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。追い込んでから投げた、直球、空振り三振。ナイスだ、見事なピッチングです。9回の大原降板。9回の裏、さてパワフル攻撃に入ります。トップバッターは山田、投げた。ちょっとこれ9回はさよならの可能性があるんで、第2球山田くんは見ていきましょう。山田くんが塁に出たら、縦のスライダー、そのままアウトコース高め、カウントは続きも見ていきましょう。投げました、3球目ストライク。第4球を投げました。 OK、 お、打ちました。レフトの方へ持っていきましたが、フェンス直撃。山田、いいバッティングを見せました。さよならの可能性が出てきたよ、これ。さよならのランナーが出ました。ローソン、おー、いいねいいねいいね。きっちり送れよ。投げました。よし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 。これ大丈夫でしょう。お、マジかよ。ダメなの。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。今絶対遅れたと思ったのに。第2球。いやでも今野手の判断だったね。ベイスターズ内野陣はゲッツー対戦。ここに来てバント？投げた。ボール、はっきりしたボール球。ツーストライクになってからバントか。もうバントに自信があればいいけどさ。スリーバントだ。ピッチャーの左へ転がした。うん、まあまあまあ、これは。さあ、得点圏にランナーを進めました。江戸川コナン君。さよならのチャンスを迎えます。今日は一応打ってるね。外れたボール。今日の打率は悪くないし、ミートも D あるからな。見送ってボール。これも外します。おめ、あ、これは。勝負させてもらえません。一塁を埋める感じか。そうだな、今日好調だもんね。さあ今日は9回がいいね。サンデーモーリー、そうだな、サンデーモーリーがな、あそこの二塁を取ってくれればよかったんだけど。カウントはワンボールワンストライクです。まあちょっとバッティングで、おお、際どい三振のチャンスへ。深田だ、投げました、打ちました。セカンドランナーチラッと見た。おお、よく見た。カウントは2ボール2ストライク。投げました、振ったか。空振り三振、低めの変化球にやられました。この
外へ逃げるスライダー、やられたね。試合はこれから延長に入ります。あとはチャンス時に回せばいいかな。これはお、いいねいいねいいね、きっちりきっちりきっちり送れよ。三塁よし、これで犠牲フライ、ランナー三塁に進みました。しら犠牲フライ、チャンス G か。やっぱりねここら辺でねチャンスに弱いのは出てくるからね。あーこれは2球目も外してきます。投球はこれから3球目、埋めるかな。ルイをボール、カウントは3ボールノーストライク。投球これから4球目、真ん中ストライク、ここは1球見送ります。さあ5球目、頼むよ犠牲フライでいいんだから。次の球がラストボール、あー三振か。バッターは守備から出場の西田くん。第9投げました。1球目ストレート、特進力だけはめちゃくちゃすげえかな。第2球、あーっこれはファースト、これは頭から滑り込む、山崎取ってアウト、スリー。山崎高馬チャンスはね作るんだけどね。今日江戸川コナン君はタイミング合いません。めちゃくちゃ絶好調だからね。見送ってバッティングの内容が第3球を投げた、決めてもらってよかったけど、キャッチャー中手に入りました、取りました、これで3アウト、2塁まで。結局めちゃくちゃチャンス作るなこいつら。勝ちへの執念がすげえな。サンデーモーリーはね足速いからね、なんとか返したいよね。投げたボール、外角低め、カウントは2ボール1ストライク、投げた、アウトコース低め、全力ストレート、ミートを開いてきたね。投げた、打った、ボールはライナーでライトへ、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。しら第9投げました、インコース高めストライク。第2球ボール外れて1ボール1ストライク。第3球を投げました、ボール、完全なボール球、いいね、カウンター2ボール1ストライクです。インコース詰まらせた、キャッチャーの頭上フラフラ上がっている。あれ12回で終わるんだっけこれって。ゲームセットか結局。引き分けで終了です。いやーなかなかねいい試合だったんだけどね。メディーヨが1号出てるんで、まあ引き分けだったんでね、まあニコガミ君のストラップを開発して、メディーヨちょっと上げますか。これ見るんだ、采配で能力は見れるかな。広角打法があるからパワーを上げますか。ショップのアイテムのパワーある、あるね。メディーヨとよく頑張った、パワーが14上がった。ますますの活躍を期待しております。で、ストラップだっけ、なんだっけ、ニコガミのストラップですね。はい、というところで、まあ、最後ねすげーいい勝負をしましたけど、ちょっとね9回抑えられなかったのが痛かったですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。